はい、綺麗になりましたね。うん、内本さん頑張ってくれました。ご掃除もしてくれました。で、俺に僕が料理を作ろうじゃないの汚すし、太るしって、これね、野菜をちょっとガツンと食いたいという気持ちになってきたんで、これ買ってきましたね。で、野菜をガツンと食うときは何がいいかというと、つけ麺なんですね、つけ麺。これ、一人前の麺を茹でて、スープは一人前作るけれども、それこう半分に割っちゃってね、一人前のスープをちょっと味濃くして、あ、いけねえ。忘れてた。まあいいや、思い出したからな。イカどこ行ったかな。イカもね、これもイカなんかもね、茹でて入れちゃうとね、まあいっかって感じですよね。お肉はね、これで鶏のささみを今日買ってきました。安くていいっしょ、安くていいっしょ、いいっしょ。あと豚の肉もちょっとあるけど、あれは夜食えばいいでしょう。生姜焼きになるからね。キャベツを刻んでガシッガシッって決めるね。キャベツに、キャベツに何食う。これニラの尻尾があるね。これも食っちゃおう。スープの方にあるといいね。ニラの尻尾に、キャベツに、インゲンだね。インゲンに、これエンドウ、なんだかエンドウ。小麦を。なるべくいろんな種類のものが入ってると、美味しいですからね。で、こういうキノコ系はね、キノコ系をね、スープの中に入れてそのまま煮ます。キノコ系。キノコ系と人参くんだな。よし。はい、じゃあまずは行きますか。じゃあ、がっつり食うぜ、ベイビー。さてさて、どれからどういくかね。お肉系は鶏とイカね。鶏とイカ、これがお肉系なんですから。で、イカもボイル全部しちゃいましょう。これあんま新しいもんじゃないから。わあやっわあぱやっぱ。それでチンゲン菜を、チンゲン菜はもう定番ですね、我が家の定番。よくあがり、やっぱチンゲン菜はね、こっから先は今度味噌汁に入れます。あのね、やっぱりね、不思議なんだわね、この料理は。この料理っていうか、チンゲン菜をこうやって食べる料理はこれで食った方がうめんだわ。葉っぱの方の方がうめんだわ。びっくり。これはまずちょっといっちゃいますか。マスク。ここはね、まあ、食えないっていうか、まあ、マイちゃんやるか。マイちゃん来ましたね。もう来ちゃいましたよ、マイちゃん。はい。これでしょ。これは、あ、ごめん、スープ先にやんないで。じゃあまずは塩先やな。これがスープですね。はい、これがスープ用。スープ用。スープ用ね、スープと一緒にゆっくり煮ます。この中にスープを作んなきゃいけないので、鶏肉をこれ茹でちゃいましょう。よくね、鶏ハムって言いますよね。糖質制限の方々が食べる種類のものですけど、手で裂いてもいいし、包丁で切ってもいいですしね。さあ、この繊維がすごく強いから、うまく取れないんですよね。これも難しいとこですけど、こうやってね、ここら辺は指入れといてやらないとダメですよね。指を入れろ。うん。指入りますね。これ茹でた白身の方は、ささみの方は、
畳の方でしまして、このスープの方をね、使いますね、スープでね。スープ、スープですから。何言ってんのあんた。あ、いけねえ。パイタンスープねえな。やべえか。まあいいや、大丈夫だろ。いい加減な男さ。俺はいい加減な男さ。俺はいい加減な男さ。それを知ってて人生生きる。それを知ってて人生生きる。はい。ここはね。これも洗いましょう。これはスープの方ですね。スープさん。これはスープサイド。これはチンゲンサイドとニンニクサイド。これはお肉バイアンサイド。パラッパーパパッパーン。それ太陽に吠えろ。で、いや、まあ何でもいいんですけどね。これね、これサイエンドは美味しいよ、サイエンドは美味しいよ、サイエンドが美味しいね、サイエンドを食べたいよ。はあ、ね、これもあれです、さっと湯がいて終わりですから、さっと湯がいて終わり連中と、ちょっと長めに煮て頑張る連中と、やっぱ微妙に違いますよね。これなんかもちょっとさっと湯がいてでいい方じゃないかな、今日は。やっぱ、いけない、イカ先に煮てかんとダメだね。もうだんだん終わってきましたね。豆苗もさっと湯がいていい連中かな。豆苗の半分までね、使いましょうかね。今豆苗買ったから、あれがないです。かいわれ大根じゃないですね。かいわれ大根じゃなくて豆苗を使いましょう。これ水の中に入れとくとまた出てきますから、そうやって生命を感じ取るわけだね。豆苗もさっと湯がいて終わりチームかな。こっちはね、もやし、もやしもこれ随分入っていいと思うけどね。もやしあんまいっぱい入るとさ、水が臭いからさ、半分にしようか、半分にしましょうか。お、見えてきました、見えてきました。あ、やっぱこれどうしよう。あれがないの、あれが。ここにこう、いや、落とし蓋がない。これ入れとこうか。落とし蓋。シャンパンスープがねえね。鶏ガラスープもねえよ。中華系のスープなくなっちゃったね。マンゴー。パヤパ。はい。これキャベツを。キュウリと刻んで。キュウリと刻んで。キャベツを刻んで。キャベツ。こうやって一番外はいらないかな。おお、もう一段のキャベツ、もうこれだけで世界が変わりそうだよね。世界が変わるぜ。おい、それで変わってどうなる。
違うね。これあんま太くガタガタ言うとダメよ。はい、こっちですから。お、間違えた。間違えた、こっち。アクが取れたね。ちょうどいいじゃん。この水のやつはすぐ終わるからね。鶏ガラは、鶏ガラは、鶏はすぐに終わるよ。もうここで裂けますからね。もういいかもね、もういいかもね、もういいかもね。これはね、ここに乗せておけばいいです。よいしょ、はい、でこれ皮ね、皮はここに入れちゃいますからね。それでちょっとアクを取ってあげましょう。はい、そしたらシートで人参、はい、シートと人参が入ります。まあ要するに鶏の野菜スープを使って野菜いっぱい食うぜっていう、そういうノリだよね。これね、これは実はゆっくりと煮ます。ゆっくりとね、まだ出汁が足りないんでね、当然。で、こっち側に来るとイカやってくるじゃん、イカ。うん、イカ、ちょっとね、これもう昨日さばいただけだからね、夜また天ぷらとかにできそうな気がしますけどね。ゲソはそのまま揚げちゃってしまおう。ゆーっとやって、この辺ちょっと残してやって、まあ、これ残せばね、天ぷらなんでね。これ天ぷらなんでしょ。でこっち側は、おっと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 、イカのボイルはね、ちょっとアク出るから、これはスープに入れちゃダメね。直接はイカはボイルして、鶏自身はもうそんなに大丈夫だからね。でもイカも昨日200円ぐらいのイカだった。これいっぱいこっち入れとこう。これこのまんまで塩振って置いとこう。あとでまた焼いてもいいけどね、あんまり焼くと美味しくないから。はい、これをよく煮てみて、よく煮て、よく煮て、人生よく煮てあげて、で、つけ麺がね、じゃあちょっとこれかもしてあんまりこれよく煮ちゃうとね、ちょっとよくないですから、あんま熱くなるとちょっと困るんでね。そしたらもうちょっとそのまま取っておきましょう。あれちょっと置いておいた方が柔らかいまま火通りますからね。はい、こっちでこれが始まります。はい、それでこっちまでこれが入ってますね。つけ麺、これやっぱつけ麺はソースはね、スープは1人前でいいです。麺も1人前でね、ちょっとスープの量が多いぐらいかなっていうぐらいに作ってあるわけですけどね。
そもそもこの鶏のだらが鶏のあのささみスープですから、それなりに美味しい。ただつけ麺がちょっとあっさりになっちゃう。よかそうだ。なんでそこにこういうのをね入れてあげる。麺の量、スープの量が倍だからね。このつけ麺、よし、こちら1人前はしまっておきます。ほやほー、よし、いけいけ、どんどんスープの味を見てみましょう。これダメだったらね、ここでね、しょうがないから、あのあれ入れちゃう、なんだっけ、味、だしの素で。うん、美味しい。すごい美味しい。ワンダフルに美味しい。うっ、これ刻まないとダメなんだわ。刻んでから入れるつもりだった。これ鶏の皮ね。鶏の皮はね、入れるんだけど、コラーゲンが非常に多いから。このまましばらくこっちをゆっくり煮てもらいましょう。で、これは湯がくでしょう。これも湯がく。で、これからチンゲン菜に入りますね。チンゲン菜ね。チンゲン菜、チンゲン菜、チンゲン菜。チンゲン菜は、ニンニクとごま油で炒めますから、それはもう、これが一番好きだね、最近は。だんだん上手になる。だんだん料理ってさ、作る、何回も作ってるうちに、それが上手になってくるからね。毎回毎回なんかいい、あ、これこう変えればいいなって考えながら作るっていうのがね、一番大事。こんなにね、そんなにいっぱいいらないことにしよう。で、普通は僕イタリアンとかやるときはでっかいままなんだけど、今日はこうやって細かくしちゃって、っていうか、このチンゲン菜のメニューは細かく切った方がいいんだよね。ごま油との相性は非常にいいですからね。これは残しておきましょう。それで、こっち来て、これをちょっと、で、この鶏のささみくんね、ささみくんね、このささみくんはここでちょっと裂いて入れといた方がいいです。味を入れないで煮たからね、食べるときにのせるんだけど、スープだけをのせて、この具は一緒に後からのせますからね。ささみくん、きゅうりが入るとあれだよね、なんだっけ。で、ささみに味が入っていきますからね、こうやって手で裂いておいてみると。食べたくなかったら食べなきゃいけない。鶏のささみは非常に美味しいね。タンパク質どうかもいいですね。じゃあ、ささみくんは、はい、もうおしまい。で、なんだっけ、あれどうするんだっけ、あれ、ねえなったの、戻しちゃったかな。もうちょっとこれスープ多くてもいいかな。まあいいよ、丼に7分目ぐらいまで入るようにすればいいですね。で、こっちはガラガラっていきますから、ガラ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 ピーヒャラピーヒャラガ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 ラ、まず最初はインゲンね。インゲンはこれはさっと湯がいて終わりますからね。インゲンとエンドウ豆、
サイレンボー入って、これをガラガラといって中おしまい。ブロッコリーなかったらね、ここにもう入れちゃいますけどね。これが難しいんだよね。まあいいんじゃないかっていうぐらいまでやりましょうかね。あんまり茹でるとね、美味しくないし、茹で足りなくても美味しくないからね。はい、ありました。次は透明だね。これも難しいよね、透明も。透明は水でさらした方がいいんじゃないかっていう気はしますよね。どうだろうかね。水でさらしてあげようか。ちょっと豆苗ってアクが強いから、軽く水でさらして、はい、最後チンゲンね。チンゲンの後がもやしとなるみになりますけどね。チンゲン菜はごま油で炒めますからね。すごくこう、なんていうの、組織が強くて空気がいっぱい入ってますからね、チンゲン菜は。修行したわい。それで美味しいんだけれども、味わいをね、ちょっと加えてやらないと美味しくないんですよ。チンゲン菜だけはね、他の料理、他のさ、ものはそうでもないんだけど、チンゲン菜はね、ちょっと、そういうとこがありますね。沸騰したらもう十分ですから。これは当然これから炒めますからね。おう、わお、ババ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 ンバンバ、はい、ごま油、ごま油、ごまの油はごま油。そしたら、はい、このごま油のとこにニンニクが入ります。ニンニク、うまそうじゃろ。このね、ニンニクと塩とこの茹で汁ちょっとだけ使うんですよ。そこがすごい。微量の塩ね。はい。この茹で汁なの。はい、OK。ね。別な方でやるから。
これまたガンガラガンガラ煮えていきます。でここでニンニクの香りがすっごくいいんだわ。ごま油とニンニクだけだからね、塩とね、これは驚きですよね。でこれをまあつけ麺にドサドサって入れます。でこの人たちが今こっち側でここに入って、僕たちも入れてくれよって感じですよね。茹でてあげましょう。お前ら次の人生を俺がもらった。これをね、あのつけ麺の麺にがっつり入れて食っちゃいますからね。もうちょい、これはさらさないですかね、水にね。でこの茹で汁で最後は麺を茹でておしまい。1人前の麺、野菜これは2人前以上あると思います。余ったら余って余します。これがつけ麺なんですよね。あ、これ忘れてた、忘れとったよ。いい感じやね。もうちょいやね。これね、今イカが乗りました。柔らかいです。うん、うまい。味は何もないね。ここがまたいいんだよね、このイカは。どこ、はい、パワー。この、なんていうの、イカを使うあたりはね、ちょっとあのやるな、まさやっていう、そういう感じするよね。あの、昨日かなんか、イカをこう茹でたはいいけどさ、茹でてなくて、イカをさばいたはいいけど、使ってなかったからね。まあこのぐらい煮えればいいんじゃない。これはもうこのまま余熱をかけて、うん、もやしもうちょいかな、もやしもうちょいだな、湯がいた方がいいかな、考えさせられるね。まあいいやな、このままで。最後これね、まあ、今回は分かる通りこのお湯鍋が一回も開かないでしょ、ずっと使い続けるね。まあ、ちょっと入ったけどさ、カメ今嘘言いました。俺は自分のために嘘をついちゃう。でいや、まあいいんじゃないですか。麺自身もね、これもあの一つの美味しい炭水化物だけどね、それ自身はもう美味しいですから。
で、こっち側を見てあげると、これをちょっと開けておいた方がいいね。スープの中に入ってるね。この人たち、これもやっぱり、もう汁がね、十分入ってますから。好きな分だけ好きな量を入れればいいですからね。今こっち。冷めると硬くなるからね。みんなで気をつけましょう。まだ硬いね。なかなか難しい。太めになるとね。もういいことでしょうか。まあいいよ、OK。はい。と、そしたら、ごま油で、おお、危ない。ごま油で、購入しましょう。コーデ、コーデオンごま油。ごま油でね、麺がくっつかないようにね。あ、でもうちの奥さんごま油嫌いなんだよね。ちょっと強いかな。強かったかな。強かったね。強かった。まあ勘弁。これ1人前ですか。170g、130g、150g、乾燥重量で100何本ぐらいでしょうね。なんでこれを使って食べようじゃございませんか。はい、ということで、お昼も出来上がりましたの麺スープはこれね。はい、じゃあもう好きなだけ野菜も麺も乗せて食べるじゃどうなんですか。ということで皆さんもおいしいお昼が食べて元気に過ごそうじゃないですか。じゃあね、バイバイ。